どうもカリエです。追走円卓の騎士が、降臨してきておりますので、こちらの動画を撮っていきたいと思います。で、今回なんでここから始めてるかっていうと、 BGM 今聞いてもらったら分かる通り、BGM が変わったんですよね。はい、ってことなんで BGM をね、まあおっとりな BGM なんですけども、こちらを聞きながらちょっと、前に進んでいこうかなと思います。で、今回、まず1から、今これ入ってるんですけども、今回 1,2,3 と、3体の円卓の騎士たちが、降臨してきております。まあ3体とは言ってますけども、まあイラストだけ見ると12体いますっているんですよね。はい、まあそれがね、一気に3体分に凝縮されまして、それが3つの降臨クエストとして今回実装されましたね。で、まあそれぞれね、ボス特性等がまた違っているので、そちらもねちょっと見ながら攻略していきたいと思っております。で、ツイッターでもね言ったんですけども、本当はね初見でこうやって動画撮りたかったんですけど、実はこれ初見じゃないんですよね。もう全部クリアしちゃったっていうね言うんですよ。なんでかっていうと、録画がちゃんとできてなかったんですよね、動画の。もうすごい必死こいてさ喋りながら攻略してたんだけど、全部ダメになっちゃった。だから本当ね、初見感のない、動画になっちゃいますけどもね、まあそれでもね、一応その初見の時に使ったパーティーを使って今回攻略していこうと思っていますんで、まあそれでもいいという方はですね、よかったらゆっくり見ていただけたらなと思います。で、今回はですね、魔物パーティーですね、久々にファティマをリーダーにした魔物パーティーを今回ちょっと連れてきました。で、まあ紹介、まあ名前だけざっくり紹介していきますね。ファティマ、悪魔ホムラですね。で、ブリーチコラボの夜市、ヨハン。で、フレンドさんがリリンでございます。基本的にみんな1パネルスキルを持っているユニットですね、夜市以外は。夜市以外は1パネルスキルを持っております。で、今回、その、円卓の騎士1の方に来てるんですけども、これがですね、1パネルしか、100% で通らないんですよね、攻撃が。ボス特性見ていきましょうか。2から5パネルスキルがマイナス 75% 減なんですよね、ダメージが。まあ通らないことはないんですけども、まあ本当にゴリ押そうと思ったらゴリ押せる感じなんですけども、まあ今回はあえてそのボス特性に合わせて1パネルスキルでガンガン攻めていこうかなという感じでいきました。はい。で、敵攻撃力変動が2つありまして、こっちの攻撃力アップか相手の、ダメージがアップした時は相手の攻撃力がプラス 50% されます。で、即死は無効ですね。以上でございます。はい。で、初見の時ね、このパーティー行ったんですけども、実はこのパーティーで、結構簡単に相手を倒すことができます。一応ヨハンのこれ使っといて、もうこのまま本当はね、もう、ファティマのリーダースキルの、水風光を決めて、リリンのリーダースキルの条件で3パネルスキルさえ決めれば、とりあえずもうほぼ勝ち確なんですよね。いきます。水2枚と風2枚入れていきます。で、光も決めて、あとは1パネルガンガン入れていく感じでいきますね。あ決まってないんですけども、まあまあ多少は食らう、そんな食らわないな。4班の水炎波まで使ったのに、まあ勝てないことは全然ないですよ。全然説得力ないけど、いきまーす。ほ、あ、光決まった、水決まったね。あとはもうバンバン打ち込めば勝ちです。はい。ファティマの1パネルスキルチャンス、ノーマルスキル2以外はガンガン通ってますね。ちょっと危なかったな。あれ結構初見の時余裕でパッていったんだけどな。はい。ということでございます。本当は悪魔ホムラでね、魔物エンハンス使えばよかったんですけども、ちょっと最後溜まってなかったので、まあ、じわじわと削らせていただきました。初見の時はね、まあ、ね、でも大体こんな感じでクリアさせていただきましたということなんで、円卓の騎士1の攻略でございました。次に行きたいと思います。
はい、ということで次は円卓の騎士2のところに来ました。在りし日の騎士たちに請求でございます。今回は単色しかちょっとダメージあんまり通らないみたいなんですよね。ちょっと行ってみましょうか。で今回はハムパーティーでございます。ハムリーダーの炎属性パーティーで来ました。同時成立2属性以上だと攻撃がマイナス 95% マイナスされます。でとノーマルスキルのダメージがチェーン状態にしちゃうと全く通らなくなって即死は無効になってます。で、ということなんで炎属性のハムパーティー、ヤシロを挟んでの炎属性パーティーなんですけども、ハムがね、パネル数の異なる味方のスキルが3つ以上成立すると攻撃力 1.3 倍なんで、このパーティーだったら 1,2,3 パネルかな、2と3と社の、円で1ですね。なんで、炎パネルは、まあ、3枚か5枚を一緒に入れればとりあえず成立って感じなんですよね。はい、そんな感じで攻めていきたいと思いますが、先にですねもうここで一気に、攻撃しちゃいたいので、今フルライフだな、大丈夫ですね。じゃあカムイブーストで炎属性エンハンス 2.5 倍とフルブーストですね。で、天柱ガールズエンジェの、デバフの炎属性ダメージ2倍ですね。そうで最後にハムのブレイズリオット、炎パネルに、カズパネルを炎パネルに変換して敵全体を攻撃力200倍の炎属性攻撃発動。これまあまあ食らうんじゃないかな、半分ぐらい食らいましたね。であとは5枚をここに入れて炎バンバン打てば、こんな炎そんなにバンバン出なかったけどまあまあこれでクリアって感じかな。 OK でございます。初見の時もね全く同じパーティーで、こんな感じで仕留めれましたっていう感じでございます。だから本当にねこの 1,2 はね本当にめちゃくちゃ簡単です。パーティーさえしっかりと組めていれば、全然問題なくクリアできる難易度ですね。問題はこの最後の滅球ですね。まあ割とね他の滅球と比べると簡単だったかもしれないんですけども、まあとりあえず行ってみましょうかね。おぉ、ここでロキか、ちょっときついな。ですね、追走ロキが、ゲリラボスで出てきましたね。ちょっと先にパーティーだけ紹介しましょうかね。初見で行った時のパーティーでございます。ちょっとね、修正部分いっぱいあるパーティーなんですけども、まあこれでクリアしたので、もう一回これで行こうかなと思います。シャララですね。水属性のヒットポイント3倍、攻撃力2倍。水属性ノーマルスキルのみが成立した時、攻撃力2倍になる強力なユニットでございます。フレンドがリゼロコラボのエミリアですね。人間妖精族のヒットポイント3倍、攻撃力 2.5 倍で、さらに味方の3パネルスキルが成立した時、攻撃力が2倍になるユニットでございます。で、ここ、円卓の騎士3の降臨のところなんですけども、まあ、後でちょっとまた軽く説明すると思うんですけど、ボス属性で3パネルしか通らない、相手なんですよね。なんで今回は3パネルスキルをノーマルスキル2に持ったユニットを基本的に持ってきたっていう感じでございます。で行こうとしてたら途中で、ロキと遭遇いたしました。ちょっとな体力危ないな、ちょっとエミリア使います。危ないですねこれね。ちょっと一回回復させつつがっつり攻撃しちゃいましょう。行きます。おちょっと、遅延も入れたいけど入んなかったな。まずいかもしれない。ちょっと滅球に出てくるこのロキ強いんだよな。ユキノンがね遅延持ってるので、ちょっと遅延させつつ相手倒していきたいと思います。でヒメラギユキナでね水むで左3つが水3枚に召喚されますので、これ非常に便利ですね。ガンクツリこれで攻撃していきましょう。ちょっと回復させますね。いや勝てんだよなマジで厄介なんだよな。結構本気でいかないとマジでちょっとこっちが倒されるので、全て閉じ込めようか。これが厄介。しかもブーストね。ちょっと回復させつついきましょう。ああしまった、回復ずれた。まあ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 。
ちょっとねパネル変換系の攻撃もしてくるので厄介やな。危ない危ない危ない。ブーストあるね。ここで遅延をぶちかます。あー入った。よし、とりあえずこれで遅延、あ倒したかな、倒しはしないか、ギリで倒せない。まあまあでもちょうどいいかもね。これでちょっと回復猶予できたから回復させつつ、倒したいと思います。よし OKOK、 これでまあなんとか整ったって感じですね。めっちゃ滅級に出てくるゲリラロッキーかなり強いんだよな。危ないよこれマジで。ちょっと避けていってたんですけどね、ちょっと通れない道でしたね。さあでもまあまあもうすぐ、ボスなんだけど鍵があと1個なんですよね。見つかるといいんですけども。よしちょっとびっくりマークよけて、よしここで若干パネルを整えつつ、あ回復した方がいいな、回復しましょうか。 OKOK、 まあ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 いいでしょう。OK です。じゃあ今ボスのところに来れましたのでここで攻めていきたいと思います。いきましょう。パネルもねあんな感じでどんどん入れていきたいと思います。本当はねここ多色の方が多分いいんでしょうけどね、今回あえて単色で、来たって感じでございます。で最初アクティブスキル封印されてるのでちょっとエンハンスがね使えないんですけども、ちょっとずつチェーンさせながら、チェーンさせつつ回復しつつでちょっと最初攻めていきたいと思います。あまりちょっとねダメージ与えすぎると、あの途中でね水属性通らない、ディフェンスかけられるのでちょっとそれが厄介なんですよね。なんで、ちょっと一回回復準備させて、でちょっと左3枚がねこれ逆にちょっとデメリットなところはね、回復整いたいのにみずみずむを入れちゃうと左が3枚が水パネルになっちゃうので、余裕持ってねちょっと回復パネル残した方がいいかもしれないですね。なんか本当はチェーンもさせながら回復させながらっていう感じでちょっと少しずつダメージ与えつつアクティブスキル封印の解除を待ちます。ちょっと効率すごい悪いんですけどね。でちょっと厄介ですね。回復したかったけど回復はできてるのか。ちょっと集中しないといけないからねここね。でいろんな属性の攻撃が来ますと、で、遅延ができるときはもうどんどん遅延していきます。で回復もねちょっとずつ整えながら、あー今回復パネル真ん中のやつを右にしたかったな。ちょっとあまりねダメージ与えすぎると厄介なことになるので、はい、回復はいいね。とりあえずあんまり3パネル決めずにこれがいいや。ちょうどいいよ。はいはい。で、ここ回復して、あと3ターンですね。3ターンちょっと耐えましょう。で、あ遅延もさせないといけないからこうだ、こうで、うん、まあまあいいか。ここ1回遅延させますね。この遅延がね結構役に立つ。本当に連続で攻撃されると厄介ですからね。あと2ターン耐えましょう。あ回復やっちゃダメだ。まあでもこれぐらいでもね、残してでもね後でエンハンス打てば割とね相手にダメージ与えれます。はいはい、あと1ターンですね。耐えましょう。遅延させつつ、あ本当はここで水パネル整えないといけなかった。あでもいけるかな、ちょうどいいか。オッケー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 、これでいきましょう。あーブーストねーブーストないけど、あそうだった忘れてた、闇パネル装備しとかないとダメなんだ。ちょっとじゃあ多分あと1ターンぐらい耐えれるから闇パネルちょっと召喚させて、これでいいか。
はい、で多分耐えれるから OK、 きます、これでいきますね。まずユキノの、紅茶冷めるわよ、闇パネルを水パネルに変換して味方全体の攻撃力を2倍にします。ハゾウでレムの味方全員の攻撃力が 0.9 倍になり、人間族攻撃力が3倍になる。ハゾウで最後に、ヒメラゲユキナの、敵全体が受ける水属性ダメージを 2.5 倍にします。ここでエミリア撃っちゃうと全部回復パネルに変換されちゃうからこれは使いません。でシャララも、ヒメラゲユキナと同じデバフの水属性エンハンスなんで、被るとちょっと効果出ないので、まずは使いません。で水3枚無糖回復を1箇所に、ブーストに入れていきたいと思います。いきます。オッケーオッケー、これで多分勝ったと思います。オッケーちょっとねアクティブスキル の、 あの封印の段階がちょっと厄介なんで、本当はあれですよ、自分で封印かけれる、まあ、アリスだとかあの辺を入れておくと、まあ、すぐに攻撃対戦に入れると思うので、多分ね、まあ、ヒメラギユキナやめてその辺入れるといいかもしれないかもですね。隣にツイストロキいましたねはい、という感じでございます。初見はね、初見の時っていうか、まあ、滅球に関しては何回かやり直して、このパターンを見出したんですけども、まあ、初見のパーティー、こんな感じでございました。あとは、まあ、戦略だけ、ね、パターンとかだけ、なんとか覚えれれば、こんな感じで簡単に攻略できます。ということで、まあ、ガチガチのパーティーですけどもね。はい。まあ、単色でもクリアできるということで、もしよかったらね、参考にしてみてください。はい。ということで、ちょっと長くなりましたけども、追走円卓の騎士1から3の、攻略。今回やらせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。